ジェレミー・クラークソン、ジェレミー・チャールズ・ロバート・クラークソン、ジェラミー・チャールズ・ロバート・クラークソン、1960年4月11日体は、イギリス・ヨークシャーのドンカスター出身のテレビ司会者、ジャーナリスト、身長約195センチメートル、6フィート5インチ。最も有名なのは、リチャード・ハモンド、ジェームズ・メーラと共に務めていた、BBC の自動車、 番組トップギアの共同司会者であり、他にもサンデータイムズとザサンのコム執筆や共用番組の司会をしている。しかしトップギアについては不祥事のため2015年3月10日付で司会を一時交番となり、残り3回分の番組放映も中止となった。2015年3月26日に正式交番が発表された。 その後6月に放送された最終エピソードでは収録映像以外にジェレミーは登場しなかったがジェレミーの代わりにスタジオの片隅にゾウの人形が置かれいた2016年11月からイギリス、アメリカ、日本、ドイツ、オーストリアで a m a z o n .com による新番組ザグランドツアーが配信されている2018年5月にはイギリス ITV で放送される Who wants to be a millionaire の新子会社に起用され、本格的にイギリス国内での活動を再開した。地元でジャーナリストとしての経歴を重ね、1988年にトップギアのプレゼンターとして出演し、1990年代半ばから有名になり、テレビだけでなくトークショーや自動車関連本の出版など持っている。2007年にはの、 スペシャルリコグニッションアワードを受賞した。トップギアの企画内においては、どのような車を批評する場合でもまずパワーを優先し、プロデューサーから与えられるチャレンジでも馬力が高い、車を選択する上に、車番組らしく大衆者の批評をしろと、プロデューサーから言われても、スポーツカーの批評に終始することもある。高出力の車、特に、スポーツカーの批評では興奮すると、パワー。 と叫び、パワーやスピードが足りないと、カモーン、と叫ぶ。さらには、パワーイズエブリシ y パワーは全てだ、モアイズベター。人数は多ければ多いほど良いと発言している。批評コーナーでは、積極的に車をドリフトさせて、パワーや挙動を比較することが多く、時にはタイヤをバーストさせてしまうことさえある。愛車遍歴は、フォードエスコート RS コスワース。 ランドローバーレンジローバー、フォード GT、AMG、CLK ブラックシリーズなど。なお、フォード GT には散々な目に合わされた模様で、予約して2年間も待ち、スタジオにわざわざ持ち込んで、購入報告をするほど楽しみにしていたのに故障が、頻発し、買い直したものの後に手放してしまった。また、フォードエスコート RS コスワースに関しては、神の作った車と発言しており、 フォーカスのレビュー時など、たびたび話題にする。初代、ボルボ XC90 のパッケージングを、最も実用的な7人の利者と表し、3代、乗り継いだ。SUV のレビューで、しばしば比較対象に挙げている。自分の嫌いな車が出てくると、めちゃくちゃな批判を繰り返すのが、最大の特徴である。特に、 RR 方式のポルシェやビートルを、ナチの作った車だからという理由で嫌っており、ポルシェ911を愛好するリチャードと子供じみた、口喧嘩を繰り広げることが多々ある。ハイブリッドカーも嫌っており、ハイブリッドカーのライフサイクルアセスメントに、確かに燃費は良くに酸化炭素の排出量も少ないが、レアメタルを多く消費する上、製造過程で、 普通の車よりに酸化炭素を多く排出しているという理由でかなり懐疑的かつ嫌悪感を持っておりことあるごとにプリウスを酷評することが多い。初代プリウスは50口径の機関銃で蜂の巣にし、二代目はハイパワー車である BMWM3 とのエコラン競争、燃費対決で任して酷評している。ただし、プリウスがかなり不利になるようなルールの下で行われた。 インサイトに対しても内装が安っぽいなどの理由で酷評しているが CR-Z については主にスタイリングの面からよく評価している。ちなみに過去にホンダ CR-X を所有しており同じく CR-X を所有していたミュージシャンのスラッシュをゲストに迎えた際にはすごくクールな車だったというスラッシュの感想に台に同調している。電気自動車にも苦言を呈しており テスラロードスターに関しては、ディナーパーティーでしか役に立たないと酷評し、日産、リーフに関しても、理論的によくできている、静かで快適な良い車としながらも、インフラ整備が全く追いついていないこと、バッテリーの寿命が短い上に高価なことに苦言を、停止、充電の必要なバッテリーが未来を担うとは思えない、評している。本人は、どの車に乗ることよりも、 どのような運転をするかが環境的には重要だ。つまり、エコカーよりエコドライブの方が大切と主張しており、日産、GT-R のような燃料消費量の多い高出力車に高評価を与えている。ただし、マツダロードスターやフォードフィエスタに、スズキスイフトスポーツなど出力が比較的低い車に対しても高評価を与えており、近年では パワー以外にも乗り心地の良さを重視するなど、総合的には、運転を楽しめる車に良い評価を与えている。学生時代は、やんちゃで通っていたようで、ジェレミーの母親は、上記ナショナルテレビジョンアワーズの関係者インタビューで、彼が通っていた学校の教頭に呼び出され、彼は、将来すごく有名になるか、刑務所に行くことになると予言されたことを告白している。結局、 本項目で示されるように、世界的に有名になった上に、主にトップギア番組内で何度警察のお世話になっているのでその予言はかなり当たっていたと言える。トップギアでは車の修理などにハンマーを持ち出すことが多々あり、ハンマーで何でも直せると思い込んでいるというキャラクターを演じていた。また、お調子者というキャラクターを演じることも多く、例えば、 キャメロン・ディアスとトム・クルーズをゲストに迎えた際、シーズン15エピソード後には、プリウスを愛用しているディアスに合わせて、アイラブ・ザ・プリウスなど普段とは逆にプリウスを称賛する発言を繰り返し、会場が苦笑いに包まれた。クラシックロックを好んでおり、トップギアの有名人コーナーにロックスターが招かれた際にも、音楽評論家並みのやり取りを見せることがある。番組内で、 ロックカルチャーに関するネタを披露することもあり、同じく造形の深いジェームズ・メイと意気投合する場面が見られる。また、ジェネシスを用いたリチャード・ハモンドへのいたずらは定番のネタとなっている。オートバイに関しては、否定的で、息子がもしバイクを買ったら燃やしてやると公言するほどのバイク嫌いであるが、シリーズ12のベトナムスペシャルにおいて仕方なく、ベスパに登場。 時間が経つにつれ多少はオートバイに対する考えを改めた。しかし、それでも息子がバイクを買ってきたら燃やすと言い切っている。トップギアマガジン2013年1月31日発売号で今まで運転した中で最高の車はレクサスルーファだと告白した。そのため現在は黄色のレクサスルーファを所有している。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。